台風10号が接近し避難指示が出される中、昨日浜松市の中野雄介市長が台風が近づくとなぜか高揚するなどと発言しました。中野市長は今日の定例会見で不適切だったなどと釈明、謝罪し発言を撤回しました。中野市長は昨日浜松市内で闘病生活から復帰した県議の会合に出席して祝辞を述べました。この中で台風が近づくとなぜか高揚する、そんな期待感がごちゃ混ぜになって会場に満ち溢れているなどと発言しました。市民の皆さんの重い感情から大変かけ離れた不適切な発言だったというふうに思っておりまして、改めてこの場で発言の撤回とまたお詫びを申し上げさせていただきます。誠に申し訳ございませんでした。今日開かれた定例記者会見で中野市長は昨日の発言について不適切だったなどと述べ発言を撤回しました。台風10号の影響による大雨で浜松市は土砂災害のリスクが高まっているなどとして、中野市長が昨日発言した時点で12万世帯余り、およそ32万人を対象に避難指示を出していました。